こんばんは。今日はこちらの食材を使ったハマグリの酒蒸しに挑戦していきます。まずお酒を 100ml で、お水を 50ml 蓋をして蒸していきます。ハマグリの蓋が開いたらお塩を入れます。バターを入れます。蓋をして蒸します。お塩を入れていきます。三つ葉を乗せて、北川博之特製ハマグリの酒蒸しの完成です。美味しそう。はい、ハマグリの酒蒸しが完成しました。早速いただいてみたいと思います。めちゃくちゃ大きいハマグリなんですよ。見てこれ、このビッグサイズ、俺の顔ぐらいあるね。いただきます。今日も大成功です。